こんばんはこんばんばは。この時間は広島のスタジオからお伝えしますお伝えしていますように岸田総理がウクライナを電撃訪問ですまもなくウクライナの首都キーウで G7 サミットの議長国としてゼレンスキー大統領との首脳会談に臨みます岸田総理は訪問先のインドからポーランドを経由しウクライナに向かいましたゼレンスキー大統領との会談は 対面では初となります会談では広島サミットの議長として日本と G7 からの連帯と支援を大統領に直接伝える考えですウクライナから福山市に子供を連れて避難した女性は本当に嬉しかったありがとうございますウクライナの人たちに、うん このたつきょうはとっても必要一方で母や姉をウクライナに残したままの女性はその一報を電話で伝えました,しした、ね、G7 各国の首脳によるウクライナ訪問で日本が最後になったことについては すれば関係ないですよ、最後か、一番最初か、ずっと戦争始まってから、僕日本の応援、感じてた、ウクライナ人も、これからもあの人の命、守るために、助けてください。さらに岸田総理は。 オンラインも含めて広島サミットに招待したい考えで直接ゼレンスキー大統領に伝えるかも焦点となります。